おさらい。ラサファワールドのワールドタイムはざっくり説明すると、千葉県の魅力を伝える当人のローカルバラエティ番組なので、今回のワールドタイムは御宿で伊勢エビ祭りの伊勢エビを堪能しにやってきたのです。後編スタート、うん、はい、アミーゴオンジュークアミーゴオンジュークアミーゴ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 オンジュークイエワールドタイムはご覧のスポンサーと、その他のスポンサーはいません。今回ご協力いただいたのは、うちホテルのような外観のレストラン中村。伊勢エビステキってここの中村さんだけでやってるんですね、うん、あとアワビのステーキもやってるそうですね。入り口とサインがあるんですけど、はい、NHK とかからいろんなところから、ね、これ取材に来られるんですか。アワビ来るんですね。僕たちとってもマイナーで、ちょっと YouTube で千葉県の魅力を伝えて番組をちょっとやってるんですけど、ただあまりちょっとね、民間テレビとかちょっとやっぱりすごい下がって、前田さんの有名人が来ちゃうんですよ。来ちゃうか、来ちゃう、ワールドワイドですね。御宿も千葉も、やっぱ千葉も来てるよ。千葉なんか他のね、他県の方からすると、うん、千葉県イコールディズニーのイメージが強いんですよ。みんなそう思ってる。何かわしいけどさ、でも東京ディズニーランドも千葉ディズニーランドだしな、まずな、まあ、だからまず千葉ディズニーランドだ、まだだから、まず僕たちがね、旗を上げて、うん、千葉県がこういうところなんだってまずアピールし、そう、サザエとかある。おお、息がすごい、息がすごいよこれ。ありがとうございます。生にしても、新宿のさ、男の子がね、いや迫力がすごい。男の子が2人来てくれて、2匹ずつ食べてる。うおすごい。合唱たちのために伊勢エビちゃんが言ってくれるんですよ、うん、これはもう感謝感謝でございます。そうだね、うん、ありがとうございます。伊勢エビちゃんこれね、おー、なんか待ってて、でこれで後で、いただきに来てエビ汁を作りますね。この頭がこの後エビ汁になる。エビ汁がエビタイムの時間です。でしょ、もうさっきまで生きてたんですよ、プリプリのイエちゃんがね、ほじくり、俺ほじくり、いいのかな、ごめんね、とか、あー、折れたよ、身が踊ってるもん、見るもん、プリプリ、それタグちゃんがやってんじゃん。でそうだね。ではエビとのファーストコンタクト、ファーストナイスミーチュー。もう味がすごく踊り狂ってる口の中で。レモンもついてる、レモン、これがなんか宝石みたいですね、本当に。本当そう、いかさせていただきます。海の宝石、これこうやって食べる。いっちゃうか、ジュルっていっちゃう、いっちゃった。さあいかに勝負、極楽の世界。始まったね、来たよ。何ですかこれ、エビ祭り、エビ踊り。何ですか、どうですか、エビが落ちてしまいましたね、今ね。エビのちょっと生きのり感がちょっと表現してるね、今ね、うん、うん、あー、エビっぽいね、エビっぽい、うん、エビっぽい、ちょっと放送事故だね、顔がね。うん、こっち先すまんね、はい、こっち一番前、美味しいとこや、これ。そうそうそう、頭の方美味しい、プリプリして、プリプリして、あー、美味しい、うわー、またこれ千葉県産のポップ、いただきます。酒も出るんだけども、宮の湯の地元のいい酒を使ってるわけ。はい、ね、宮の湯のいい酒を使ってるのね。
一人をされていたあの頭さん、頭いたでしょ、頭が、ね、今このようになって帰ってきたんです。千葉県で夢の国ですね、やっぱり夢の県ですね。でもディズニーだけじゃないよ、夢の国は。千葉県も全体が夢の国。そうだよ、本当にね。もうね、ね、暴走伊勢ビランド作るべき、作るべきだね。作るべき。伊勢ビランド。もうここも伊勢ビランドが来たらね、ここ栄えるよ。あのエリア、ポークエリア、チキンエリア、アワビエリア、伊勢エリア、地魚エリア。美味しいです。甘くて美味しいです。ありがとうございます。また行きます。また来ます。やっぱりさ。